はい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 。やっぱりまだ若干広島の方が有利かなっていうふうに思うんだけど、ほんまに、この菅野、戸郷の中4日っていうのがマジでハマったとしたら、ワンチャン巨人にも優勝のチャンスあるかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ、優勝争いね、セリーグ混戦、してますけども、まあ、優勝するのは、まあ、おそらく、まあ、広島か、巨人の、まあ、二択になっていたんじゃないかな、っていうところで、まあ、今後の、まあ、日程なんかを含めてね、ちょっと、まあ、先発の、ね、ローテも見ながらね、ちょっとお話していきたいな、っていうふうに思ってます。はい、まあ、冒頭で、僕、まあ、ちょっと広島の方が若干有利かな、っていうふうに、言いましたけども、まあ、その理由としてはですね、やはり試合数を、まあ、巨人より、4試合ね、多く残しているというところと、少しやっぱり巨人が、まあ、苦手にしているマツダスタジアムでの試合がですね、あと6試合も残ってるっていうところが、ちょっと、まあ、今ジャイアンツ1位にはいるんですが、まあ、そういったところで、まあ、広島の方が、まあ、若干、まあ、ちょっとですけど、まだ有利なのかなって、まあ、やっぱ試合用の4試合残してるっていうのが、巨人より多く残してるっていうのが、ちょっと、まあ一番大きな理由かなとは思うんですけども。まあそういったところで、まあ今言いましたように、まあジャイアンツのね、菅野選手とか、まあ戸郷選手を、まあ大事なところで、まあ中4日で投げる、可能性というか、もうあるっていうふうにね、安倍監督がおっしゃったんですけど、まあ大事なところってまあ広島戦だと思うので、まあそこで投げる、あと6試合あるっていうふうに言いましたが、まあうまくいけばね、戸郷投手をまあ3回、6試合中3回ね、投げさせることもできるのかなというふうに思うので、そういったところで、ちょっと、一緒にね、みんな見ていきたいと思うんですけど、まあ、現状ね、今、1位から3位振り返っていくとね、まあ、ジャイアンツが1位で、広島が2位で、阪神が3位というところで、なってますと。で、まあ、阪神も可能性は全然なくはないんだけども、まあ、巨人と5ゲーム差開いてるっていうところがあるんで、まあ、残り試合ね、まあ、30試合を切ってきたというところで、まあ、そこはちょっと、さすがに、5ゲームはちょっとね、阪神的には厳しいんじゃないかなって、まあゼロではないですけど、厳しいんじゃないかなと思ってるんですね。で、その中で、まあ巨人と広島が、まあ 0.5 ゲーム差でこう、競ってるわけですけど、ジャイアンツ残り26試合ありますと。で、広島が30試合ありますと。で、負けに関しても広島の方が少ないと。1試合ね、少ない、負けに関してもね、っていうところで、まあ、まあそういうことを考えると、まあ広島の方が今、2位にいますけども、若干有利なのかなと思いますと。はい。で、先ほど言いましたように、まあ、ジャイアンツが苦手にしているマツダスタジアムがあと6試合やると。で、もう東京ドームで、広島と戦うことはなくて、あと全部マツダでやるんですね。で、今季のマツダのジャイアンツの成績っていうのは、1勝4敗、2引き分けっていうところで、負け越してるんですね。うん。で、まあ、去年からもそうですけども、まあ、僕がいた時からもそうですけど、まあ、ずっとマツダで勝てないみたいな感じで言われてますし、実際勝ててないというところあります。で、ジャイアンツの、まあ、成績見ていくと、実は阪神、広島、DeNA、ヤクルト、中日って、他球団ありますけども、全部ね、勝ち越してるか、引き分けなんですよね。だから、一個も負け越してる球団がないっていうところがあって、非常にね、まあ、いい戦いができてるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、対する広島なんですけど、広島強いじゃないですか。ただ、唯一負け越してる球団があって、中日に対して7勝11敗1引き分けっていうところで、負けが4つも先行してるんですね。っていうところで、今後結構鍵になってくるのは、この、広島と中日の試合が、中日がどれだけ頑張れるかっていうか、言い方あれですけど、中日がどれだけ広島に勝ってくれるかっていうところだと思うんです。で、それ以外の球団を見ると、巨人は8勝8敗3引き分けで、ドローというかね、あれなんですけど、それ以外の球団には全部勝ち越してるんですね。広島に関しては。だから、唯一ね、負け越してるこの中日が、どれだけ、広島に勝ってくれるかっていうのも結構ね、鍵になってくるんちゃうかなと思います。はい。で、まあ、先ほど言ったように、まあ、戸郷投手を、まあ、その松田で3試合、うまいこと言ったら、投げさせられるんちゃうかっていうふうなお話しましたけども、広島のね、戸郷投手に対するね、成績なんですけど、
まあ 1.74、 防御率 1.74 で6試合投げれて1勝1敗で、ウィップ2冠賞は 0.92 というところで、まあ非常にね、いい成績を出してるんですね。で、で、松田でね、6試合あるっていうところなんで、松田での成績も見ていきたいんですけど、松田でも 1.50 防御率で、2試合登板しておりまして、0勝1敗というところで、防御率に関してめちゃくちゃいいんですね。だから、結構、広島からしたら、戸郷投手っていうのはめちゃくちゃこう、天敵じゃないけども、まあ、やられてるなっていう印象はあると思いますし、戸郷投手もね、松田であったりとか、広島に対して悪い印象は持ってないんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、そこで、まあ、今後の日程見ていきたいと。まあ、台風の影響があって、まあ、その中止になったりとかあって、結構過密スケジュールになってると。全球団ね、どこも、なってまして。で、巨人に関して言えば、まあ、9月10日から、まあ、7連戦、6連戦、5連戦。で、最後1試合あるっていう形で、いう風になってるんですけど、まあ、その、広島戦だけ見たらね、10日から10、11、12やって、で次、20、21やって、で、最後28にあると。ね、ちょっと台風があれなんで、明日誰が投げるとか、ちょっと、まあ、流動的なんで、ちょっとあれなんですけど、まあ、僕が、その前、ちょっと前に考えてたのは、12日の木曜日に戸郷投手投げさせて、で、20日の、金曜日に戸郷投手をね、中7日で、投げさせて、で、最後28日に1試合だけあるんですけど、そこにもう一回戸郷投手を当てるっていう風なことができたら、まあ6試合中3試合戸郷投手を当てることができるんで、まあ非常に、まあ広島からしても嫌だと思いますし、まあ戸郷投手からもしてもね、広島はね、まあ非常に印象はいいと思いますから、そのね、まあ鬼門と言われる松田で、勝ち越すというか、なんとかこう勝つっていうところで言えば、まあ戸郷投手を、まあ、多投していくとか、多投していくというか、こう、いっぱいこう、登板させるしかないのかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、日曜日に今、菅野さん投げてるじゃないですか。で、はっきり言って僕はあんまり日曜日投げさせるんで、あんま動かしたくないとは、正直思ってるんですけど、でもまあ、その中4日で、菅野と、戸郷を投げさせるっていうふうなことを言ってるんで、まあ、日曜日以外の、曜日にも投げると思うんですね。で、おそらく、そうやって言ってる大事な試合でっていう風に言ってるんで、もう大事な試合ってもう広島戦ぐらいしかないので、まあ阪神も大事ですけども、まあ広島戦だと思うんで、ちょっと変則的な、ローテになるというか、いおりに関しても、その、広島との相性が悪いんで、ちょっとな、中9日かなんかで、ちょっと間隔開けるみたいなこともおっしゃってたんで、そこにまた菅野さんを入れたりとか、そういったところもやっていくのかなと思うので、まあ、原監督もね、前原監督も、まあ結構その終盤にそういう中4日とか中5日みたいな感じでこうやって、まあ投手がバテて、こうやられた、結局最後やられたみたいなところもあったんで、そこは慎重にね、安倍監督にもやってもらいたいとは思ってるんですけども、まあ先発ももちろん大事ですけども、まあリリーフも大事だというところで、まあ今までね、3連投っていうのはさせてませんでしたけども、ここの9月のね、こういう大事な場面では、3連投もね、してもらうっていうふうなことも言ってたんで、そういったところで今、2軍でね、畠投手とか、まあ、近藤投手とかもね、非常に状態が上がってきているというふうなね、情報入ってきてますんで、そういったところも活用しながらね、こう、フレッシュなね、リリーフ陣をこう、入れ替えてね、やってもらいたいなというふうに思うし、まあ、改めてね、この船場様投手とか、まあ、高梨投手とかもそうですけども、そういう勝ちパターン以外のね、ピッチャーの役割も非常にこう大事になってくると思うんで、そこはね、チーム一丸となってね、やってもらいたいなというふうに思いますし、まあ、7連戦、6連戦、5連戦というところで、特にこの7連戦のとこであったりとかっていうところは、谷間ができたりとかするんで、まあ、メンデスなのか、まあ、2軍で今、いいピッチングをしてる、まあ、堀田投手とかね、いますけども、堀田投手なのか、そこはちょっとわからない。まあ、赤星投手も、あれですけども、誰が投げるかわからないですけども、その、谷間に投げるようなピッチャーっていうのも非常に重要になってくるんで、まあ、結局全員が重要なんですけど、まあ、その、まあ、結論言うと、まあ、中4日でね、戸郷投手とか菅野投手を投げさせるっていうことですけども、まあ、そこは慎重にね、まあ、コンディションもしっかり見ながらね、やってもらいたいなというふうに思うし、まあ、いろいろね、ジャイアンツの場合は、まあ、失敗してきてますからね、原監督時代にやられてますから、そこはね、まあ、みんな分かってると思うんですけども、まあ、リリーフ陣もね、まあ、去年と比べたらもう全然段違いのね、レベルにいますから、
しっかりね、みんなでカバーして、頑張っててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、まあ今日は、混戦のセリーグについて見ていきましたけども、まあ、うまくいけばね、ジャイアンツの優勝あるかなっていうふうに、まあ、可能性で言ったらまあ、30% ぐらいかな。30%、35%、40%あるかなぐらい。30% ぐらいかな。35% ぐらいですかね。と思いますし、まあ、広島がまあ若干有利かなとは思いますけども、全然ね、まあ野球何があるかわからないと。で、台風のせいで、まあいろいろローテが編成やったりとか、いろいろありましたんで、広島にもとってもね、すごく、難しいと思いますんで、そこはね、本当に、しょうもないね、負けをしないというかね、勝てたのに、みたいな試合をね、なくしていくっていうのが非常に大事だなというふうに思うんで、またね、これからもね、試合解説の方でね、いろいろ言っていきたいと思うんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。